季連続ホームラン、坂本選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まず1本目から伺いましょう。先制ツーラン、右中間の深いところまで飛んでいきました。感触はいかがでしたか？まあこのところね、いい当たりっていうのはあんまり出てなかったんですけど、久しぶりに、気持ちのいい、完璧なホームランでした。はい、2本目のホームランは左中間でした。こちらは感触いかがでしたか？まあその前のね、打席ですごくいいイメージで打席に立ってたんで、同じイメージで変化球でしたけど、なんでまあゴールにしたら大声出してたなと思います。そして3本目やってましたか？いや、全然ね、はい、強いスイングのゴールですね、かけてもう1点欲しい場面だったので、いいバッティングのいいようです。試合に3本のホームランは坂本さんの野球人生で記憶にはありますか？初めてですよね。はい、嬉しいです。これでご自身15試合連続ヒット、苦しい時期もあったと思いますが、完全に盛り返しましたね。もう時間もったいない。いや、まだまだね、チームに迷惑かけた分、これからもっともっと取り返せるように、一日一日大事に頑張りたいなと思います。そして今日の勝利で原監督が通算1066勝、川上哲治さんに並ぶこの数字がありました。それについてはいかがですか？まあ本当にね、僕は19歳から、偉大な監督の下で、プレーできていることを、本当に嬉しく思っています。では最後に明日以降の戦いに向けて、ファンの方に向けて一言お願いします。まだまだね、戦い続くので、熱い熱いご声援を、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは